ねえ、今おいくつでしたっけ？今、32歳、平成生まれです。いわゆる Z 世代って言われる世代の Z 世代の前のちょっ世と代で前すにかなね。るだんですから、かね。いわゆる我々は、なんでしょう、Z 世代のちょっと前になるんですかね。はい。まあ、年にすると91年、1991年、91年。はい、生まれじなゃあんですけビッグど、ビートのそうです年ね、だね。はい。僕が非常に彼に興味を持ったのは、そういう年のこともあるんですけども、そのきっかけですよね。普通ね、僕もそういう若い、例えば10代の方とか20代、30代の方と、そういう会場周辺で会ったりすることはあるんで、話を聞くと、やっぱりお父さんが好きだとか、ね、お母さんが好きだ、親の影響を受けてる人が、まあ普通じゃないですか、入り口としてはね。で、それがね、大塚君に聞いたときに、違ったんですよね。特段、我が家では、特に A ちゃんを好んで聞くっていうようなことはなかったんですよね。だから、A ちゃんの曲っていうのも、まあ、何曲かは、ちっちゃい頃からテレビなんか好きなんで、テレビなんかで流れてく自る。然に流れるのはあるじゃないですか。あとは、まあ、テレビに何か出演したりっていうのはね、あるんで、耳にすることはもちろんあるよね。で、A ちゃんとの出会いっていうのは、よくは覚えてないんですけど、やっぱりテレビっていうのが非常に強いところだと思うんですね。今よりも A ちゃんって、いろんなちょっとテレビ CM だとかに出てたりだとかして、まあ中学1年生の時から A ちゃんの楽曲っていうのは聴き始めたんですけども、興味を持ったのはもっとちょっと前の小学校5、6年生ぐらいの時に遡る感じになるんですけど、そこでテレビ CM だとかだったとは思うんボでスすけとど、かかな、そうです缶コーヒーボね、ス、あれとが、か、まだその当時って今みたいに YouTube だとかっていうのは発達してなかったんで、そういう簡単に映像を見られるような時代じゃなかったんそうね、で、それは僕らも一緒よ。昭和の頃の矢沢永吉って名前はもちろん知ってるけど、A ちゃんがよくそういう言い方するじゃない。生で見たことない。当然当時はテレビも、ね、出ない方だったから、なので、いや A ちゃんの曲は例えばラジオからとか聞くんですけど、どんな人かなっていう、まあ、たまにそのダイジェストとか何かテレビで見たりっていうのはあったかもしれないけど、なかなか、ね、直接触れる機会がなくて、やっぱり僕の場合は友人の影響かな。矢沢永吉ってすごい、ね、かっこいいんだよっていう話をいつも会うたびに聞いていて、でそれで興味を持ったっていう感じかな。やっぱり A ちゃんっていうのは、他の、素晴らしいアーティストいっぱいいるんですけど、やっぱり何でしょう、他のアーティストにはない魅力みたいなのが、そのちっちゃい頃、子供の時でもそういうのが分かったんですよええー、ね。刺さそっういたんうのだね。伝わってきまして、で、中学1年の時ですよね。の時に、ちょっと今、多分、発売終わってしまったんですけど、アップルの iPod っていう音楽プレイヤーが、それを買いまして、で、そこに A ちゃんの楽曲を詰め込んで、2000数年、2004年ですそうだね。ね、その頃だね。まだデジタルオーディオっていうのがまだ普及する前ですね。そうだね。私、結構昔からパソコンをかけてたので、今後は MD とかそういうんじゃなくてデジタルオーディオが来るだろうと思って、iPod にすぐ手を出しまして、
でそこにまあ何でしょう、そのいっぱい音楽入れられるっていうの魅力を感じまして、はいはいはい、まあ、過去の CD、A ちゃんの CD なんかを、レンタル CD ショップだとかで借りてきては、リッピングして取り込んでいたような、あの学生時代を送ってたところで、はい、そういうことか、はい、で、映像作品になってるものは一通り見て、うん、でなので映像作品になってないものは私知らないんですよ。そうだよね、はい、初めてライブに参戦したのが、うん、50周年のマイウェイっていうところなので、はい、だから DVD やブルーレイとして発売してないようなところってのは分からないんで、なので私全然マニアックじゃないんです。お手柔らかにお願いします。あ、はいはいはい、分かりました。オスカー君はこれまでリーゼントとかってする機会はないよね。知ってこれだったんですね。ないよね。いや、そういう、うん、外見で、はいはいはい、外見からっていうのは、なんでしょう、私もそういうA ちゃんの、うん、やっぱりこの時代の A ちゃんがかっこいいよなとか、はいはい、やっぱりありますよね、カワチの、ジャケットのがかっこいいとか、うんうん、未だにこうあると思うんですけど、もちろんね、スタートはキャロルからでも、はいはいはい、その時から、ね、ずっと A ちゃんのリーゼント、リーゼントで始まって、はいはい、このラン&ラン、はい、ワンナイトショーの名古屋の時はね、夏なんで髪の毛を下ろしてるっていうのもありましたけど、はいはいはい、またその後にリーゼントなんかね、はいはいはい、したりって、まあそういう形で繰り返して、はい、うん、ファッション的にもやっぱりそれをね、真似る方々、はい、ファンの人って非常に多かったんで、はい、で今でも山岸、そのレッツ山岸さんであり、はい、キャロルのマスターであり、はい、いつもね、必ず、必ずと、はい、突然伺っても必ずリーゼントですね、彼らはね。でも、あれやっぱりロックンロールのスタイルというか、うんうん、だと思うので、うん、でも、もう私が A ちゃんを聞いたり見たりとかし始めた時はもう下ろされてる時なので、はいはい、どちらかというと、A ちゃんのスタイルっていうのが、うん、リーゼントのイメージじゃないんですね、私は。うんうん、そうですね、その時代を遡って見てたので、はいはいはい、だからイメージ的にはそこまでそのリーゼントにこだわりとかはないんですけど、うんうんうん、もう今の髪型のスタイルでもうなんだかんだ20年ぐらいにもうなるもんね、はいはい、そうですよ、初めてそのお台場のねオープンリハーサルで声かけられたときに、あれってこの方はA ちゃんファンなんだっていうあれっていう感じがあったんですよ。そうそう、まあ、京都ね、京都同じような、ね、はい、スタイルだったんで、はい、そういう意味ではね、非常にインパクト残ったんですよ。あ、うん、でその時は年は全然わからなくて、はいはいはい、スカ君がいくつっていうのはね、はい、その後やり取り、ね、するようになってから、あ、ね、30代前半なんだっていうのが分かって、ああ非常にそれで興味を持ったんですよね。多分こう表に出てこられてないような、うんうんうん、若いファンっていっぱいいると思うんですよね、うんうん、去年の6月のスペシャル、このマニアックトークのスペシャルなんかのコメントで、はいはい、阿部くんでしたっけ、中学生、あ、はい、中学生の阿部くんね、はい、うんうん、まあ私は存じ上げてるだけで会ったことはないんですけど、まあ、そういう方が いるんで、うん、なんか私の中学生時代を、うん、なんかそういうコメントでなんか似てるような感じなのかなっていうか、阿部くんはね、はい、やっぱり多分お父さんとか、ね、はいはいはい、ご家族の方がそういう影響なのかな、はい、だと思います。そういう意味ではね、はい、そういう方もいらっしゃるんで、うん、今なんか本当に YouTube だとかで、うん、もうどん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 情報を、ね、蓄えていけるんで、ね、自分の時なんかよりも全然、うん、情報は確かに手に入れやすいじゃないですか、はい、ね、それでまあその阿部くんにしろ、はい、やっぱり若い方っていうのは普通の入り口としてはね、親から英才教育、はいはい、まあ、自然に
はいはい、車の移動中とか聞かされてっていうのはあるんでしょうけど、はいはい、そういう意味ではね、本当に、はい、いや、大川君ってね、あの家庭では入り口が不思議だなという、はい、A ちゃんっていうのは流れてない家庭だったんですけど、まあ、本当に自分があの好きだなっていうか、うん、あのちっちゃい頃からちょっとあの大人な音楽が好きだったっていうか、はい、そういうところはあったんで、はい、あのこう CM なんかで A ちゃんが流れると、うん、ああなんか違う、あの他のアーティストと違うなっていうのはなんか子供ながらに感じてて、うんうん、存在感とか確かに違うよね、はい、テレビの画面から見るなんて、はいはいはい、でもなんかこう昔をやっぱりあの両親とかなんかは知ってるんで、うん、ずっと A ちゃんなんかの、うん、あのだからちょっとあの悪いイメージを持ってる方の、お父さんはおいくつになるんですか？ですね、64、5あ、はいはい、ぐらいですね、うんうん、はい、そうだよね、はい、なんで僕より、そうか、僕より10ぐらい上になるのかな、はいはい、だからおそらく山木さんとか近いかもしれないね、はいはい、世代とすればね、うんうん、なのであの、そうですよね、やっぱりその入り口っていうところが、はい、あのちょっと違ってるかもしれないですね、私はあの YouTube をやってる人間というのはそのチャンネルをね、はいはい、どういう人が見てるかっていう世代が、あ、はいはい、データとして分かるんですよね、はい、で男性が何パーとか、はいはい、で男女比率とかそういうデータも分かるんですけど、はいはい、で僕のチャンネルでもやっぱりほとんどの方が、はい、同年代とか同年代以上の方なんですよ、はい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 、これは昨年暮れのデータなんですけど、まず10代ほぼゼロに近いんですよね、パーセントで言うとね、はいはい、年齢構成で言うと、はいはい、で20代ももう 1% とか 2% で25から34ちょうどオスカー君世代になってで 3% から 4% ぐらい、一桁ぐらいなんですね。そうだね。で35から45、僕らの本当の2つ世代ぐらい前、はいはい、そこまでがやっぱり 4% なんで、はい、本当に少ないんですよ、はい、A ちゃんのファン、はい、多分このデータというのは実際のA ちゃんのファン層、はいはい、あとはファンクラブなどの、ね、はい、会員のデータと多分その割合としてはリンクするのか、はいはい、同じような割合なのかなって思うんですけど、はいはい、で一気に上がるのはやっぱり 40半ばから54まで、はい、ここなども 20% で僕ら世代ですね、55歳から64歳、56% ですから、半分超えるんですね。でそこの世代がやっぱり一番、はい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 、層として2期の部分なので、はいはいはい、根底 でその上のもう65歳以上、はい、そこでもやっぱり 13% いらっしゃるので、はいはい、やっぱりこうあの40代後半から6、まあ、50代60代ぐらいの方ですよね、うん、そうだね、ウェイトもうウェイトを締めてるのはそうだよね、30代でもやっぱり後半ぐらいから40近い方、うんうんですよね、30代前半っていう方はなかなかないんですよ。まあ、まあ、ジマさんだとか、あ、ジマさんね、はいはいはい、割とな年が近い、うん、ジマさんだとか、うん、なんか珍しいなと思って、そうだね、はい、会場でもやっぱり、まあ、彼もね、オスカー君と、はい、一人で、はいはい、ね、ご両親といらっしゃるとかじゃなくて、はいはい、で一人で会場来てますけど、彼なんかも確かお父さんなんかいてらっしゃいましたよね、だから影響でなんだよね、お父さんの聞かせてもらってとか言ってたので、はい、ね、そういう年齢やっぱり構成なんでね、うん、なので今こうやってどん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 チケットにしろ、はいはい、デジタル化してるじゃない、はいはい、昔は紙のね、紙のチケットとか、はいはい、やっぱり皆さん
苦労されてその対応していくのにね、はあ、うん、何でしょう、やっぱりこう若いファンなんかが入ってくれれば、うん、そのあの先輩の層をサポートできるっていうか、はい、なってると思うんですけど、はい、そういう効果が出てくると思うんですけど、うんうん、なかなかそういう効果が、そうね、圧倒的に山がこういう山だもんね、はい、こうだもんね、今回のローリングストーン の得点なんかも、うん、なんでしょうみたいな感じでしたもんね。この確かに NFT のね、まあその前の QR、 インタビューの QR、 これはなんとか読み取り皆さんできるんでしょうけど、このね、これはね、これを得点をこう読み込むのは結構面倒だよね。まず最初に QR 読み取った後に一回会員登録が必要になるんだよね。これ聞きました？あの聞きました、聞きました。はい。何を選択した？私があの自分で言った去年の、うん、あの止まらないハッカーでしたっけ？はい、はい。をあのダウンロードしたんですけど。あれはでもなかなかそんな幅広いファン層を持ってるアーティストってなかなかないんじゃないですかね。そうね。本当それに本当そう思いますよ。はい、まあライブ会場に行けば。はい、ね、分かりますけど、一桁のね、10代以下のお子ちゃまからね、おじいさん、おばあさん、おじいちゃん、おばあちゃんの世代、はいはい、ほんとファミリーで、実に70歳差ぐらいの年齢層でね、来てる方もいらっしゃるし、はいはいはい、いや、そういう意味では。本当に、前のマニアックトークなんかでも話されてましたけど、うんうん、こう、会場の雰囲気というのが全然昔と違うっていう、うん、そうですね、おっしゃられてて、ね、はい、いがみ合うことはもうないですからね、うん、それは一昔、もっと前で二昔も前の話じゃないかな、ですから、まあ、それでも一般の方からするとね、はいはいはい、Aちゃんを知らない人からすると、うん、はい、ちょっとそれでも敷居がちょっと高いかなって思われるのかもしれないけど、まあ、それは白いスーツで皆さん決めてらっしゃるとか、刺繍が入ってるものですけどとかね、それもあるかもしれないですけど、まあ会場行ったらもうね、雰囲気はもう皆さん楽しみに来て、ね、和やかよくわかるんだと思います。あのやっぱりこう私みたいに、うん、行きたいんだけどなかなかちょっと行けないんだよななんていう方も中にはいらっしゃるんじゃないかななんて、いろいろな理由であるんだと思うんですけど、うん、そこは一番今日の聞きたいところでしたよ。、うん、続けてください。私も勇気を出して、はい、勇気を出してなんていうと、なんかちょっとあの大事になっちゃうんですけど、うん、まあ、確かに一人でだからね、はいはいはい、友達に誘われて、はいはいはい、じゃあ行こうかってじゃなくて、はい、確かに一人でチケットを用意してたもんね。好きでやっぱりずっと聞いてきたんですけどね、うん、やっぱりライブのその実際に行くってなると、うん、結構やっぱりハードルがあったんですよね。あ、そこに一つ壁があるんですね。はい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 。私が初めて参戦した50周年のマイウェイの、うん、始まる前にこう国立の行き方だとか三本さんが、ああ、はい、僕が、はい、はい、あげましたね、収録していただいてて、うんうんうん、あ、なんか私みたいなこういう若い者もなんかウェルカムな感じなのかなみたいな、のなんかそんな感じで捉えたんですよ、うんうん、私、うん、で実際こう行ってみて、うん、まあ、先ほどもお話したんですけど、こうまあ、初めてのライブが国立だったんで、うん、すごく大きくて、うん、私一人でソロ参戦だったんで、はいはい、まあ、誰もこうつながる方が、まあ、その時インスタグラムもやってなかったんで、そうだね、はい、うん、まあ、助けてもらえる方もおらず、うん、はい、でも、まあ、いろいろとこう調べて、うん、その日に臨んだわけなんですけど、はい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 、でもこう蓋を開けてみたら、なんか実際に行ってみたら、うん、そのファンの方々がこう温かくてですね、写真一緒に撮っていただいたりだとか、うんうん、撮りますよだとかって言っていただいたりだとか、
なんかすごくなんか自分がこれまで感じてきたなんかちょっとこうマイナスなイメージっていうか、なんかそういうのがすごくなんかふわっとこうなんか、はい、あの綺麗になったというかがあってですね、なんでこんなにあの なんかこう足を踏み入れなかったのかなっていうのを思っちゃってて、すごいな悔やまれましたね。でそれと同時にこうやっぱり自分はこう A ちゃん好きだったんだなっていうのを、うん、あの体感できたんで、うん、で A ちゃんもこうまあすごい元気にすごいトレーニングされてますけど、やっぱり年が年だからあのいつまでこう歌ってらっしゃもらえるかわからないっていうのも考えると、ね、やっぱり生で見れる、はい、この先ね、はい、生で見ることができる機会というのはそうですね毎年、はい、減っていくわけですからね、はいはい、ねその回数、うん、いやそういうことはあんまり考えたくはないんですけど、うん、だから50周年の前目を皮切りに、はい、ちょっとあのチケット取れればスケジュールと折り合いつけば、うん、こう参戦 していこうかなっていうところになったんですよね。それはじゃあ、はい、年で29とか30ぐらいの年になったのかな、はいはい、30手前ぐらいですかね、はい、矢沢永吉、関係者の皆様、ね、こういう方も多数ねいらっしゃると思うんですよ ね。まだ実際に A ちゃんを生では見たことないよってね、行きたいけどっていうやっぱり一つ壁があるのかもしれません、ね、そういう意味では一つね、その壁をご自身でねそうやってやっぱりちょっとあの行ってみよう、まあ、あのまあ私の性格ってところもあると思うんですけど、うんうんうん、あのやっぱ仲間っていうのはやっぱり必要だなっていう、あどうしても一人で全部一人でっていうのはやっぱチケットのことなんかも、ね、あの本当に今取れないので、あの仲間っていうこのつながりっていうのが本当にありがたくてですね、一人でもね、スタートは一人でもいいんでしょうけども、なかなか同士というか、ね、仲間ができると、ちょっとコミュニティが広がったというか、うんうんうん、本当にありがたいところで。本当にあのこうこんなあの私が担当さんの YouTube に出させていただいてるってもちょっといやもうこれでフォロワーの方が一気に増えますから、ね、横のやり取りが、ね、広がるんじゃないですか。本当ありがたいところで、うん、最後にぜひオスカー君から A ちゃんに何かメッセージを、はい、メッセージいただけるとあのちょっと私なんかあのすっごくあのやっとあの生の A ちゃんを見に行けるようになって、うん、すっごくあのファンでよかったなっていうのがあるんで、うん、あのまだまだ今年74歳ですか、あの、まあ、80歳ぐらいまでね、はい、あのファンを楽しませていただければななんていうことで締めさせていただければと思います。はい、以上です。はい、本当に今日はね、ありがとうございました。楽しいね、トークさせていただきました。ありがとうございました。